県彫刻家連盟は1946年に発足しました。富山県内の彫刻芸術に携わる作家で構成され、現在約40名の会員を有しています。会員は県内外での彫刻の研鑽はもちろん、地域の彫刻文化の発展に寄与することを目的に活動しています。また富山県美術連合会や富山県芸術文化協会、市町村の美術協会との連携を保ちながら、県内の諸行事に積極的に参加しています。富山で毎年開催している富山県美術展、美の祭典エッジアートフェスタ、富山県青少年美術展、彫刻部門の運営や北銀アートギャラリーでの展示にも毎回ご尽力いただいております。本日はアトリエにお邪魔し、富山県彫刻家連盟委員長田畑勲先生にお話をお伺いします。先生、今日はよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。まず彫刻分野の種類や素材、技法などについてどのような分類があるかお話ししていただけますか。彫刻分野では例えば私は粘土で制作して、石膏に置き換えて、着色して作品として仕上げてますが、他に木彫、木の塊を削って制作するやり方もあります。それと粘土を焼いてテラコッタと言いますけど、そういうやり方もあります。他には彫刻と言えるかどうかはありませんけど、素材として石も彫ったりしますね。それとガラスでも彫刻の分野もあると思います。はい。田畑先生は全国から制作依頼があり、県内外各地に先生の作った像が立っていますね。はい。鏡像制作の工程や難しさをご教授いただけますか。今まで私は鏡像銅像制作の原型をやってるんですけど、今までここで、40年ぐらい自分で独立してやり始めて40年ぐらい経ったんですけど、もう一線体以上は原型鏡像銅像制作をしてますが、歴史、例えば今吉田松陰の像を作ってるんですけど、この像に関してはお客さんの希望でこのようなポーズになったんですけど、全国に吉田松陰の像は10体以上はあると思うんで、なんかポーズが被らないように、似たようなポーズがあるんで、ポーズが被らないようにすることと、やっぱり吉田松陰さんのなんか生き様を像に、作ったかなと、作ることが仕事ですから、お客さんが自分も気に入らないとダメなんですけど、やっぱお客さんがまず気に入っていただけるものを心がけて作ってますね。はい、そういう感じです。最初はデッサンとか最初にね書いてから始まるんですけど、でデッサンを書いたら次小型、小さい模型を作ってまたお客さんにこういう感じになりますよいう感じで、そこからお客さんのやっぱり好みとか色あるんで、だんだんやっぱりこの今吉田松陰さんに関しては最初本持ってなかったんですけど、結局さっきも言ってましたけど、ポーズがねあちこち似たようなのあるんで本を持つことになったんで、で刀身の
お客さんの希望の大きさで、私は粘土で制作して、この後もしお客さんが OK いただいたら、あの石膏取り始まりまして、石膏に型取りをして、それを原型にして、次は鋳物屋さんに持ち込んで、鋳造していただきます。でその鋳造したものを仕上げ、バリとかいろいろ仕上げるところがありますので、そういう仕上げてから、仕上がりましたら次は着色の工程に入りまして、青銅にしたり、茶銅色にしたり、まあ、お客さんの好みで、この場合は外置きなんで、きっと青銅色になるんじゃないかなと思いますけど、自分でニトンユニークで現地に持ち込んで、石の台座に、納品設置となります。はい、で それ設置終わったら、除幕式が始まるという感じですね。はい、先生の最近の彫刻のテーマはありますか？はい、今年は日展に出した作品はアトリエの午後という題名なんですけど、これは去年からのテーマで、猫とモデルさんの触れ合いというか、そういう作品なんですけど、やっぱ猫を置いたことで自分なんか空間が、ね、猫の範囲が結構あちこち好きなように、ね、散歩するんで、それを、ね、見た人にちょっと感じてもらったら、なんか空間が広まるようなイメージもあるかなと思って、それとやっぱりただのモデルさんね、ポーズして作ってたんですけど、やっぱりちょっと砕けたというか、なんか緊張感がないようなそういう雰囲気も出したかったんで、はい、アトリエの午後ということで最近制作に、はい、やってます。猫とのコラボですね。はい、先生はどのようなきっかけで彫刻や美術の道を始めましたか？はい、私はおじさんが高岡同期の鋳物師だったんで、小さい時からやっぱりものづくりが好きなことを、まあ、見抜いてたというか、そういうことでおじさんに勧められて、高岡の原型を作る仕事の先生のとこに、彫刻というか原型作りを先に覚えましたね。その後に彫刻芸術の方もちょっと興味があったんで始めて、今に至ってるんですけど、はい、連盟として今後に向けて抱負などございましたら教えていただけませんか？連盟として、彫刻家連盟として、まあ今会員が40名なんですけど、結構高齢化というか平均年齢がもうきっと70歳に近いと思うんですね。だから若い人がちょっと少ないんで、なんかちょっと若い人が入ってくれるような、なんか魅力のあるような連盟にできたらなとは思ってます。まあその中でラフのデッサン会とか、テラコッタでものづくりとか、そういうのも作ったりして、まあちょっとこういう活動してますよって、ぬくもり展という展覧会でちょっと出してみたり、まあ、少しでも若い人が連盟に入っていただけたらと思います。はい、先生、今日は貴重なお話ありがとうございました。はい、ありがとうございました。